こんばんは。時刻は20時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブムーン檜山沙耶が担当いたします。よろしくお願いいたします。失礼いたしました。スタッフさんが笑わせてきて失礼いたしました。先ほど一部媒体の方にはダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報についてご覧いただきました。日によって空気予報の内容が変化していきます。この後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気を予報していきます。ご覧ください。いやちょっとインターバルのお時間に、まあ、1000回目ということで、まあ、最低、まあ、3000時間カメラの前に立っていることになりますねという話をしていたらちょっと笑えてきました。山口さんはもっとなんだろうなと思いまして、山口さんの出演時間おそらく私の3倍ぐらいじゃないですか。それぐらいってそうですよね。今山口さんちょうど調べているということですので、ね、できるんですかね。でも山口さん統計がとても、ね、得意でいらっしゃるじゃないですか。なのでなんだかいけそうじゃないですか。時間もカウントしてもらおう。山口さん1万時間超えてますかね。どうなんでしょうか。いや気象にかける思いも、まあ、それぐらいだと思いますのでいってそうですよね。特番もあるしねと、まあ、この後もしかしたら聞けるかもしれませんが、パイロットの飛行時間ですか。どうなんでしょうね。いやでもそれぐらいもしかしたら言ってる可能性もありますからね。軽く1万時間は突破してそうと思っていただけました。深夜の一人配信もありますもんね山口さんね、うん、もしかしたらこの3時間以内に結論が出るかもしれませんので、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。ではでは続いては、あ自分で統計取っていたりするんじゃないですか。今頑張って必死に撮ってるかもしれないですよね。今必死にこうパソコンでにらめっこしているように見えますのでわからないですけれどもまあぜひ皆さんも見守っていただければと思います。ではでは振り返りアンケートに参りましょうか。今日伺っている内容がこちらでした。